はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドライオンの動画になっております。今日もね、しょうもないのみ動画をお付き合いいただいております。さあ、もう随分ね、以前から皆さんにお約束しておりました。お仲間さん、5000人超えてきたらね、例のターさん企画、ぶちかましますぜっていうのをね、いよいよ、まあ、本日はその告知になっております。ターさん迎えておりますんでね、で、あとお任せしますんでよろしくお願いします。はい、ターさんお願いします。うっどうも、こんにちは。ということでね、ちょっと電気消します、ね。はい、お願いします。はい、ということでですね、ワイズファクトリー動画チャンネル登録5000人達成企画ということでございますね。はい、こちら、第2回バイククイズ王決定戦ライブ生配信決定ということで、よろしくお願いします。これね、実は、3000人達成の時にやらせていただいて、3000人でしたかね。そうそう、確かね、そっからね、だいぶ、まあ来ましたけど、いや相当長かったね。またあの切りのいいところで、はい、5000人はやらなきゃいけないでしょうということでね、久々にこの第2回という運びになったわけでございますけども、ちょっとね、これまあ前回ね、参加していただいた方はお分かりかと思うんですけどね、今回初めてという方のためにね、ちょっとどんな感じのものかということをね、ご説明させていただきます。お願いします。ライブ配信でね、こんな形で私クイズを出していきますんで、それにですね、皆さんお手持ちのスマートフォンあるいはですね、パソコンからバンバン答えが分かったところでね、コメント欄にバンバン答えで入れてもらってってね、スマホでなんかね、そんな感じでね、やっていただくっていうような企画になっております。これでね、一応ね、どんな感じかちょっとね、練習問題今日はね、はい、やってみようかなと思います。聞いてないな。いやいや、ね、これ前回の時もね、やった練習問題なんでね、覚えてる方いるかもしれないですけど、はい、これね、今バイク隠れてますけどね、チラッチラッってね、見えてきますからね、分かったところでね、バイクの車名をカタカタカタってね、言っちゃってくださいよってことですね。なるほどなるほど。まず第一ヒント、オープン、バイヤーヤンロッキーだね。こんな感じ。おっと、なんだこれ、エンジンのところが見えましたよ。なんだこれ、チャンバーだぞ。サイクルです。ということはね、TS200 オフ車っぽいですね。オフ車っぽいですね。オフ車っぽいですね。これね、でもね、実はね、このヒントだけでね、バイクに本当に詳しい人はね、分かっちゃうような仕組みになってるんです。そうそう、はい、なんですけどね、まだ分からない人のためにね、ヒントをオープンしていきますよ。はい、こんな感じ。あ、やっぱりオフ車ですね。スイングアーム。はい、こちら。あ、なんか赤いブーツちらっと見えた。これヤマハかな、ヤハーンみたいなね、感じになりますよね。あ、やっぱりヤマハだ。はいはい。あ、これあれだ、もう分かった分かった。でーてーですね。ランツァだ、ランツァって俺ダメだ。おい、全然分かんない。詳しい人はね、もうエンジンちらっと見ただけで分かる。なんでかっていうとね、ランツァはね、ツーストのくせにね、セルついてるんですよね。あ、なるほど。キックペダルないんです。だからね、それで分かっちゃう人もいるっちゃいるっていうね、そんな感じのクイズになってますよ。ね、出す方もマニアックだね。はい、ランツァ、ですね。正解はランツァです。人気シリーズ、ツーストオフ、DT の最初モデルとなったランツァ、セルスターターを装備した比較的マイルドな万能オフ車。まあでもマイルドってことじゃなかったね、よく考えたら。ツーストオフマイルドって言われた感じですよね。まあ今で言うと、まあセルスターター背負ってるとかって、エンデューロモデルみたいなくくりではあるんでしょうけど。ということでね、であるため、ツーストなのに、ペダルはありませんよってね、まあそんな解説が入っていって、どん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 やっていくっていうことですね。はい、そしてね、コメント欄からね、こちらの方でね、最速でバーンと答えをね、正解を出してくれた方をね、集計していきます。そしてね、最速正解が一番多い人が優勝っていう感じですね。そうですね。はい、はい、出題ジャンルの中心は、バイク問題、まあまずこんな感じのバイク問題ですね。でね、これはね、やっぱりね、うちで主催するクイズですからね、うちの動画見てくれてる人がね、ちょっと有利、昔のでうちの動画を見てもらうと分かるっていう問題も結構あります。だからそうしてください。これね、ですんでね、ちょっとね、範囲を絞ってね、前回の、クイズ大会以降、まあちょっとね、2年ぐらい前から、動画をね、今からね、皆さんね、徹夜で全部見てください。そうすればね、結構いけますよ。はい、結構いけますよ。まだ間に合う。はい、はい、前回の優勝者はっていうことなんですけどね、前回の優勝者、はい、こちら、マサ1971226選手ですね。はい、これね、非常に熱いデッドヒート。30問答え出してですね、30問の問題を出してですね、これね、めっちゃくつかなかったんだけど、5問
最速で答えた人がね、2人いた。あーすげえな。だ30問中ね、10問はね、この2人で答えちゃったっていうね。そんな感じなんですけど、バイクに詳しい人か、うちの動画を異常に見てる人かどっちかっていうね、こんな感じなんですけど。でね、最終的にね、そのサドンデス最終、決勝サドンデス問題をね、優勝して優勝したのがマサさんというね、はい、こんな感じでございました。そしてね、優勝したマサ選手にはね、記念品がということでね、はい、このね、まあ、ワイズファクトリーステッカーフルコンボ、そしてね、貴重品超猫社長 T シャツっつってね、そんなものがね贈呈されたっていうね。欲しかったかな。これね、あの宮城の方だったね、確かね、うん、なんでね、ちょっと取りにはいけないなっていうことでね、あの本当は基本取りに来てほしいんですけど、いや、そうそうそうなのよ、ね、あの、ちょっとなっていうことで、はい、お送りしましたよ、お送りしましたね、はい、あの手元には、優勝商品ね、届いておりますっていうことですね、うん、はい。そしてね、さあそんなクイズ大会なんでございますけどね、いよいよダラダン6月7日日曜日ってね。大体ね、決まってんの？決まってるらしいっす。決まってるらしいっす。そうなんだ。そっか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 。8時から。7時半ぐらいとかね、そんぐらいからまあまあちょこちょこ、準備をしつつ、配信をしつつ、ね、そうですね、はい、じゃあスタートします、ね、皆さんね、あったまってきたところでクイズスタート、やっていこうかな。異様に盛り上がってる人がいますよ、はい、6月7日日曜日、8時スタート、決勝スタートはね、わかりました、ね、はい、もうその前からね、もうパソコンの前で正座してて待っててください、ね、ちなみにね、結構そのなるべくね、あの今回その、画像のね、良し悪しにね、影響されない形でなんとか問題を考えていこうかなということで。あ、そっか、ネット環境の問題あったね。なんでね、まあ、バイクの車種当て問題はね、基本スペックみたいなところを見てもらって、うんうん、このバイクはなんだみたいなね、あのそんなのをねやろうかなとかって、ね、なるほどね、まあ、いろいろ、問題はねご用意してますんで、皆さんね、ふるってご参加お待ちお願いします、お願いします、ということで、それではね、じゃあ6月7日日曜日でございます、皆さんね、じゃあではこの企画、曇り7個目の群れ抜けじゃ、神々でございました、ありがとうございました、はい、ひどい